半分買った満足感のやつが明らかに使わなくなるのも分かってます。 YouTuber として生きていこうという覚悟の表れ、非常に利便性高くて便利、いわゆるタイマー。皆さんこんにちは、ファッションデザイナーの石川修介です。なんですかこれ。あのね、インスタとかスレッズとかで少し散財日記みたいなことを書かせてもらってて、もうほぼ毎日 Amazon で物届いたりするんですよ、うちに。で、結構いろんなもん買ってんなと思って、2023年ベストバイなものを紹介したいなと思って今日いろいろ用意してます。めっちゃ買ってるはずなんですけど、なんかね、意外と振り返ってみるとあんま物なくて、ちょっと寂しい感じ。いっぱいあるじゃないですか。今日ジャンル別で紹介していきたいと思います。Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lolliver King, but they're not aware of it. 去年なんかフィルムカメラめっちゃハマっちゃって、フィルムカメラ買いまくったんですよ。で、なんか今年はフィルムカメラのやつが去年で冷めちゃって、やっぱめんどくさいなっていうのと金かかるなっていうので。YouTube 始めたっていうのもあって、動画系カメラばっかりを今年買ったんで、その辺ご紹介したいと思うんですけど、最初が、これがあのソニーの ZV-E1 っていうカメラです。ソニーがやってる、Vlog 用カメラの最高峰ということで、フルサイズのセンサー積んで作ったやつなんですけど、実際すげえ良くて。で、それと、まあ、これぐらいのボディにちょうどいいところで、16mm、35mm って非常に使いやすいサイズのズームレンズが出たんで、その2つを今年まず最初、買いましたっていうののカメラですね。結構使ってるんですか？ちょこちょこ使ってます。最初めっちゃ持ち歩いて、毎日持ち歩いて撮りまくってたんですけど、最近やってないですね。重いし。半分買った満足感じゃないですか。持ってるぞ感。まずか、動画用カメラだけで何台持ってんのっていう話なんですけど、ソニーのカメラだけで。で、撮るとやっぱりいい映像撮れるんで、これ以外に α7S3 って今日も撮影で使ってるカメラだったりとか、あと α1 ってカメラとかも使ってるんですけど、やっぱそれよりだいぶ軽いし、普段持ち運びにはこれぐらいがちょうどいい。旅行行くときとかすごい便利なんで、で、一応写真も撮れるんで、必ず旅行には持ってって使ってるカメラですね。で、結局これを持ち歩かなくなった理由っていうのもちょっとあって、結局こういうアクションカメで十分かなと。いわゆるドローンで有名な DJI ですね、が作ってるアクション4ってカメラですね。この感じだと GoPro を皆さん使うことが多いの、インスタ360とか最近だとあったりするんですけど、なんだかんだこれセンサーサイズも大きくて綺麗な映像が撮れるとか、ちょっと暗いとこでもこれだったら十分撮れるんでっていうので、買ったカメラです。水中撮影もできる、水に落としたって大丈夫、多少のことでは壊れないっていうところで非常に便利で使いやすいカメラですね。で、3台目が同じ DJI なんですけれども、最近出た DJI Osmo Pocket 3ってカメラですね。これの2っていうのも持ってたんですけども、これの違いはこのモニターがね、非常に大きくなったんで、自撮りしてる時とかこう撮影してる時に非常に見やすくなった。前はね、この幅ぐらいしかなかったんで、すごいちっちゃいモニターしかついてなかったんで、結構 YouTuber の人とか撮影してるの見ると、横に iPhone とかをこうホルダーでつけちゃって、で、つないで、そっちのでかい画面で見るとかやってたんですけど、まあ、これだったら十分に撮れてるものがわかるんでっていうのができるようになったカメラですね。これも持ち運ぶようにします。ただ、いきなりケースなくしちゃったんで、本当にここにね、1個つけれるワイドに撮れるレンズと、ケースがあるんですけど、買って3日目ぐらいになくしたんで、今持ち運びちょっと苦労してます。僕も基本的には2年に1回スマホを買い替える、 iPhone 買い替えるっていうサイクルでこれまで来たんですけど、ちょっと今年iPhone 卒業したいなと思って、で、結局自分で仕事で使うこととかを考えた時に Google のアプリをいろいろ使ってるんで、それを考えた時に、いや、Google の iPhone の方が、iPhone じゃない、Google のスマホの方が便利なんじゃないのっていうのがあったのと、iPhone ってどんどんギラギラ系になってません、今、デザイン的に。どっちかってオラオラ系な携帯化してないですか。3つの目がついてて、でかくて、みたいなのを、ちょっと金持ってる人が、飯食いに行った分、カウンターに置く。これ、Pixel Foldっていう今年出た携帯ですね。Google のスマートフォンって今すごいシンプルな感じの洗練されてデザインにしてるんで、カバー外してもなんかすごくシンプルな感じでいいなと思ってたのと、セルフォールドのいいのは、まあ、ここにスクリーンが1個あるのと、あとは開くと大きいスクリーンになってくれるんで、これめちゃくちゃ便利で、だいぶ
高い携帯ではあるんですけど、でもう今旅行行く時とかも前までは iPad と iPhone 持ってってたんですけど、もう iPad なしでこれで Netflix とか YouTube とかも全部見れるんで、もうこれに Netflix ダウンロードしてってで飛行機の前に置いて見るっていう感じになってます。せっかくこれにしたから周辺機器も全部変えていきたいなと。でまたねこれね、クレジットとかやっぱつけてくるわけですよ Google。 だからこれを買った時に5万円ぐらいのクレジットがついてきたりするんですよ。で次回から使えるみたいな感じで、じゃあもう買うしかないじゃないですか。っていうのでこれヘッドホンです。うん、でこれも結構性能良くて、普通にこれノイズキャンセリングしてて、そうすると例えば飛行機乗っててスチュアーデスの人とか来て話しかけられてもあんま気づかないよ、ネットフリックスとか見てると。でいちいち外したりとかしないといけないとか、ノイズキャンセルオフしないといけないんですけど、一言発するとノイズキャンセルオフにしてくれるんですよ。で動画とかも止まってくれるんで、だから何か言われたら答えてあげれば普通に会話ができるようになったりとかっていうのは非常に利便性高くて便利です。で音もいいですし、で十分いいなと思ってこれ使ってますと。でもう一個はこれ用にヘッドホン買ったんですけど、なくしたんで最近。それはちょっと今日ご紹介できない。オープンイヤー型のヘッドホン買ったんですけど、ゆかたんさんなくしちゃって。もうそうなると、アップルウォッチも変えないといけないっていうことで、ピクセルウォッチでいいんでしたっけ？これ名前忘れちゃった。Google ウォッチ、ピクセルウォッチ忘れちゃったんですけど、ちょっとこの辺でピクセルウォッチ。そうですね。ピクセルウォッチに変えましたと。いろいろ機能は入れときたいっていうのがあるので、機能を入れてみたんですね。で一番使うのってカレンダーと、僕温度計を組むんで、オレンダーと、あとメモよく取るんで、キープのメモを入れたのと、あとタイマー。それこそカップヌードルの時に3分測るみたいな感じのタイマーよく使うんで、タイマー入れたんですよ。で、それをちょうどいい場所に設定しようと思って入れたんですね。そしたらなんかこれおかしくて、普通時計って、一番このセンターの上のところ、ここロレックスに書いてたりとか、いろんなブランド名が入るわけじゃないですか。そこに日本語の漢字で設定って今入ってるんですね。タイマーがついに設定って文字が出てくるようになっちゃって、っていうのでやってる、時計なんですけど、これも、まだまだ、多分、Apple Watch の方が使いやすいなと思うところはあるんですけれども、とはいえ、十分な機能は持ってるっていうのと、今後の期待なんですけど、やっぱ Apple より一歩先に Google が行ってるところでいくと、やっぱ AI なんで、その機能を今、どんどんとこの辺に入れていこうと、Google がしている。で、そこが便利かなと。せっかくこういうディスプレイなんで、何ができるようになったかっていうと、例えばこれで英語に翻訳して、あ、間違えた。でこれで何ができるかっていうと、あ、それを読み取っちゃった。でこれで何ができるかっていうと、英語に通訳して、はい、では通訳をします。うん、閉じた。これで何ができるかっていうと、英語に通訳して、はい、では通訳をします。出ました、こっちに。なんか出ました。いきますね。こんにちは、私の名前は石川俊介です。 Hello, my name is Shunsuke Ishikawa。 で今度ここ英語にしてあげて、誰かがここに流暢な英語で話しかけてくれると、こっち側に日本語の通訳が出てくれるっていう機能が使えたりとか、この辺も AI 機能を使ってたりとか、あとはなんかもういろんなものを要約していくとかっていうところで、いわゆる Google が今 Bard っていうところで AI 研究してますけど、その辺の機能をどんどんここに取り入れていこうみたいなことを Apple の一歩先を行く感じでやってってるんで、そういう AI 時代に対応するスマホとしても Google って面白いんじゃないかなと思って、 Google にそれに今切り替えていってる感じです。でもう一個、これもガジェット系でちょっと一個ご紹介したいなと思うんですけど、普段僕持ち歩いてるウエストポーチがあって、ここにも必ずついてるものです。虫刺され対策っていうところで、めちゃめちゃ蚊に刺されるんですよ僕。多分4人ぐらいでどっかいて、誰も刺されてないのに僕3箇所刺されてるぐらい刺されたりするんで、刺された時にやるものとして、これはライトニングで使える、これ携帯で刺すんですよ。
これを携帯に挿してあげるとこういう画面が出てくるんですね。でこれで開始を押してあげるとこうなって、でこれでこの状態で肌に今日耐えれたなんですけど何かっていうとここ熱くなるんですよ。でこれ熱で毒を無毒化できるっていうのがあるので、これはまさにその熱で毒を無毒化するっていうんですね。多分60数度ぐらいあるんですけど、それを設定、長さが3段階ぐらい設定できて、先端にプレートがついてて、ここが熱くなってくれるので、これを押し当てることによって蚊の毒を無毒化するみたいなことをやってくれるものなんですね。本当に痒くなくなるんで、なんで別に無比とか虫刺されの薬塗らなくてもこれで十分、同じかそれ以上の効果得れるぐらいと思って大丈夫です。ちょっと実際体験してもらうのがいいと思うので、ちょっと一人体験してもらいたいなと思うので、今回の虫刺され虫刺され虫刺され担当大臣に登場してもらいたいと思います。お願いします。おーい、グラさん2人で失礼します。今温めるところですね。はい、で今温まったんで、これ熱い熱い本当に熱いですか、熱い熱い OK 終了ってやると痒み消えんのよ。でもこれなんか痒みより熱さの方が大丈夫、でも痒みの方が後引くから。壊れました、ハードな扱いしてるんで。アップル iPhone の探す機能を使えるカードですね。でもこう剥がれてきましたね。やっぱ耐久性いまいちだったみたいです。すみませんすみませんすみません謝りました。何でも謝りそうです。大活躍してくれたんですけど、実際でも買ってよかったです。買ってよかった。この間スーツケースロストパッケージの時にこれ入れてて大活躍してくれたんで、めっちゃ良かったです。日本帰ってきて、で荷物出てくるところで待ってたら、前の便かなんかに乗った人がロストパッケージでなんか係員の人とうちは話をしてたんですよ。あーと思って、一応心配だし見とこうと思って iPhone の探すを立ち上げてみたんですね。そしたらパッと見たら、20分前に1万キロちょっとみたいなことが出てるんですよ。で明らかにワシントンの空港にピン立ってるんですよ。うわこれないじゃんと思って、そこでもうロストバゲージの手続きをしました。でその係員の人からは、じゃあ明日の夜7時から10時まで自宅にお届けします、次の日の飛行機が飛び立ったぐらいの時間に一応見とこうと思って探すを立ち上げたら、同じ場所にあるんですよ、ワシントンの。一応電話したら、いやこちらでまだちょっと状況が確認できてなくてみたいな話で、いやいや待ってください、もう明らかにここにあるんで、今からこの写真をメールで送るから係員の人ここに探しに行ってもらってくださいっていう話をしてたら見つかりました。今回は僕初めてだったんですよ、ロストバゲージで、ね、入れといてめっちゃ良かったなって感じですね。だからもう普通にエアタグでもいいし、こういうもの1個海外旅行の預ける荷物に入れといた方がいいですね。健康美容編ご紹介していきたいと思います。まあ、おっさん何言ってんだっていう感じかもしれないですけど、まあ、だんだん年齢重ねていくといろんなトラブルが出始めて、最初はまずちょっとグミ紹介したいと思うんですけど、メラトニンです。これ普通に美味しいグミなんですね。このグミ、だいたい1錠から2錠食べて30分しないかな、20分ぐらいするとぐっすり寝れるんですね。結構朝まですっきり寝れて、っていうので非常にいいものですね。で同じような感じのリラックス系なんですけど、 CBD グミ、はい、いわゆるタイマーの中の大きく2つ成分があって、その中の、CBD っていう日本でも合法な成分、よく CBD オイルとかって最近日本でも売ってたりとかするんですけど、それが入ったグミです。かなりリラックス効果です。でこれも安眠につながるような、なんかこう一日いろいろ外で働いてきて家帰って、ああなんかちょっとこの辺まだモヤモヤしてんなみたいな時あるじゃないですか。そういう時にこれを一粒でいいんで食べてあげると、なんかだいぶスーッとしてきて気持ち落ち着いてくれるみたいな感じのものですね。嫌なこと忘れてリラックスした状態で過ごせるんで、っていう意味で非常にいいです。ただ海外は気をつけてください。
あのシンガポールとかやばいみたいなところを持っていくと、国によっては CBD の成分も禁止してる国があるので、もし何かでバレちゃったらやばいことになるみたいなので、こういうのはなるべくあの海外行くときはちゃんと調べてから持っていった方がいいですね。はい、結構こう僕も目が悪いのにスマホと携帯とか使ってる時間が非常に長いんで、まあ、頭のこの辺の凝りだったりとかもすごい出てくると。で、これはねマイトレックスの微動っていうものなんですけれども、振動ってこれの強さを変えてこういうところをこうマッサージをできるっていうものですね。で、もともとはこれじゃなくてパナソニックのもの、これシャンプーの時に使うやつなんですけど、シャンプーこれバーッとやるっていうのをやってて、これ気持ちよくて、おまけになんか頭のなんか洗えない時とか海外とか行って洗えない時とかにベタベタっとする感覚も、これ使い始めて減るような感じが、減ったような感じがしたんですよ。で、すごい気に入ってたんですよ。すげえ問題あって、僕シャワーでシャンプーしてる時にアイディア思いつくんですね。だからなんかあのこれ考えないとなと思う時に、必ずシャワー入る前にちょっと資料とか見て、でシャワー入りながらシャンプーしながら考えるんですよ。そうするといいアイデアが出てくるとかっていうのがあったんですけど、これ何秒って数えながら当てていかないといけないんですよ。だからこっちに意識いっちゃって全然アイデア考えられなくなっちゃったんですね。これまずいぞと、自分の仕事とかにめちゃめちゃ影響出てくるなと思ったんで、まあ、これの使用はなるべく控えるようにして、いろいろ終わった後夜とかにこれでマッサージするので、まあ、これの機能の半分ぐらいは満たせるんじゃないかなと思って買ってます。あと今年買ったものでいくと、ちょっとやらしいんですけど、 YouTube 始めて身だしなみ気にしないといけないなと思って、これあのシャネルの鏡ですねシャネルが今年これの限定色出したんです。でロゴマークも黒になってて目立たないっていうやつが出たっていうのを知り合いが上げてたんですけど、なんかそれ勘違いして、それでもうサーバーダウンするぐらい売れたみたいなんですよ。シャネルのサーバーもうアクセスできないぐらい売れたみたいなんですけど、全然それちゃんと理解してなくて、このミラー自体新発売だと思ってお、濃いんじゃんと思って、もう普通に白のマークのやつ買ったんですね。もう昔からあるものみたいなんですけど、で一応これで身だしなみをケアしますっていうので今普段持ち歩いているものですね。YouTuber として、 YouTuber として生きていこうという覚悟の表れだと思ってくださいこれはい、ちょっと1個大物忘れてました。大物忘れたんでちょっとここでご紹介したいと思います。ちょっと持ってきますね。バランスボール、ヨガボールとかいろいろ言いますけど、最近もう石川さん映ってない。もうすいません、こんにちは。これ何が面白いかっていうと、何が面白いっていうか、まあ、何がいいかっていうと、一応こうなってますよっていうのでイブサンローランオフィシャルのヨガボールです。本物ですか？本物本物、これ普通にイブサンローランで売ってるんですよ。どう見てもかなりパチモン臭いんですけど、これね1万円切るんですよ高い。バランスボールにしたら高いけど、イブサンローランの商品としてはめちゃめちゃ安くないですか？多分イブサンローラン最安値じゃないかなと思う商品なんですけど、明らかに邪魔になるのは分かってます。で、明らかに使わなくなるのも分かってます。でもネタとして買っちゃったってやつね。これぞ散財ってやつ。これぞ散財ですねはい、よく跳ねる、はい、バランスボールでした皆様チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。